ボブ・ジェームズ、ボブ・ジェームズ、ロバート・マケル・ヒニー、ボブ・ジェームズ、1939年12月25日台は、アメリカ・ミズーリー州生まれのピアニスト、音楽プロデューサー、作曲家、編曲家である。ジャズ・フュージョン及び、アダルト・コンテンポラリー界を代表するアーティストの一人、ドラマの音楽や劇とも、クラシックまで幅広く手がける。 1980年発表のアールクルートの合作、ワンオンワン1986年発表の、デイビッド・サンボーンとの合作、ダブルビジョンで、グラミー賞を受賞した。他のアルバムでも十数回ノミネートされている。日本では、ミニ番組、世界あの店この店のテーマ曲として、テイクメツーザマルディグラが知られる、アルバム2に収録。 1939年12月25日、ミズーリ州マーシャルに生まれる。4歳からピアノを弾き始めている。ミシガン大学で学士と修士号を取り、バークリー音楽大学に転入している。1962年、トリオで出演したノートルダムジャズフェスティバル、インターカレッジジャズ祭で優勝し、クインシー・ジョーンズに見出される。同年に、ザ・ボブ・ジェームズトリオ名義で、 彼のリーダー作のファーストアルバムとなるボールド・カンセプションスをリリース。このアルバムはモダンジャズの仕上がりとなっている。1964年にはフリージャズのレーベルである ESP レーベルからエクスプロジアンスをリリース。この作品は現代音楽的要素を伴うアバンギャルド音楽として今日でも評価が高い。その後、ロバータ・フラックのツアーバンドに参加。 フィルラモン制作のフィービスノーのデビューアルバムの録音に参加。ジョーンズは自身の再起アルバム、ウォーキング・イン・スペース、ウォーキング・イン・スペースにジェームスを起用。このセッションでジェームスは CT レコードの創始者、クリード・テイラーの地球を得る。1969年頃から見ると、ジャクソン、ポール・デスモンド、ジョージ・ベンソンなどの録音にプレイヤーとして参加。 1974年、セルフプロデュースによる初ソロ作、ワンをリリース。グローバー・ワシントン・ジュニアのインナーシティ・ブルースを皮切りに、ガボール・ザボ・ボハンク・クルフォード、エリック・ゲールらのアルバムでアレンジを担当。ドン、セブスキーに次ぐハウスアレンジャーとなる。この頃の彼の音楽性には、クラシック的な要素が強かったが、ピアノのタッチにはブラックなフィーリングもあり、白人ピアニストでは、 ケウな存在であった。作曲やオーケストレーションも務め、クロスオーバーシーンの一翼を東海岸で担う。1973年、CT2 席を置いたまま大手の CBS レコーズと、プロデューサー契約、タッパンジー、タッパンゼオフィスを発足。この名称は、ニューヨーク州のウェストチェスター軍とロックラド軍をつなぐ、ハドソン川に架かる橋に由来する。当初はもっぱら。 ジェームスのプライベート事務所であった。アーティストとしては CT 所属のまま CBS ではスティーブ・カーン、ケニー・ロギンスらのプロデュース活動を開始。中でもロギンスの未来への誓いやナイトウォッチ、ゲールの人ングーマン、メーナード・ファーガソンのコンキスタドールはジェームスの代表的なプロデュース作品。またダニー・デビート主演のコメディ番組タクシーの劇とも音楽を務め。 米国では有名である。1977年にタッパンジーは分社化され、CBS 参加のタッパンジーレコード、タッパンゼーレコードとなる。合わせて当人もアーティストとして移籍する。1978年、CT が全カタログを CBS に譲渡することになり、これを機にジェームスは自身のリーダー作の原版を買い取る。これ以後、ワン、ツー、スリー、 PJ4 はタッパンジーの所有となる。このレーベルにおいては、自身のソロ作、ヘッツや、リチャード・ T、ウィルバート・ロングマイヤー、カーク・ウェイ・ラムラのプロデューサーとしても活躍し、フュージョン及び、アダルト・コンテンポラリー前世紀の先端を走る。しかし1981年に、事務所の社員による使い込みが発覚。タッパンジーはオフィスを閉鎖する。この時期、しばらく、 スタジオミュージシャンの仕事をこなし、パティオースティニアヒノテルマサのアルバムに100円。1985年にワーナーブラザースレコードに移籍。ワーナーブラザースのジャズ部門の取締役に就任する。同時期のポップ部門の取締役は、プリンス。社長は、レニー・ワー・ロンカーであった。ちなみに、この CBS 期の作品はワーナーから再発され。 国内版は2002年夏にビクターエンタテインメント JVC から20作品が再発されている。1990年、アルバムグランドピアノキャニオンにてリー・リトナー、ネーザン・イースとハービー・メイソンとセッションを行い意気投合。翌年にフォープレイを結成し、アルバムを発表した。この頃、ジェームスのピアノスタイルは大きく変わる。それまでの力強いタッチから、 繊細な演奏表現に変化している。1997年にホープレイからリーが脱退し、ラリー・カールトンが加入。ジェームスは、1994年頃に、ワーナー・ブラザースの取締役を退く。ジャズ部門の統括は副社長であった、トミー・リピューマが引き継いだ。1997年頃、娘、ヒラリー・ジェームスの歌手デビューが企画される。 フィル・ラモーンのプロデュースによりレコーディングもされたが、発売元の N2K インコーデドが業務を停止したので、この作品は未発表に終わった。ジェームス自身はソロアーティストとして2003年よりコークレコーズに移籍。フォープレイとしては2001年にアリスタレコードに移籍し、2008年からはヘッツアップインターナショナルに移籍した。2010年にギタリストがチャックローブに 交代2017年7月31日生協。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。